12月14日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。僕は占い師ではないので、占い師さんが出した結果を読み上げさせてもらいますね。12月14日生まれの方は、誰に対しても謙虚で優しく振る舞える方です。感受性が豊かで美的感覚にも優れています。人とのコミュニケーションを大切にし、協調性を重んじる性格の方です。しかし、人からの評価を気にするあまり、自分の主張ができなかったり、思い通りに行動できないこともあります。周囲の人からすれば、あなたの言動を制限しているわけではありません。自分で自分の中に壁を作ってしまっていることを忘れないようにしてください。誰にでも従順なタイプだと思われやすく、強く押し切ればあなたが従うと相手に思わせてしまう節もあります。対人関係が悪化することを恐れて、はっきりと断れないことが原因です。人間関係に亀裂が入るとしても、否定したその瞬間だけです。あなたの優れたコミュニケーション能力があれば、関係を回復することも難しいことではないので、時にはしっかりと自己主張することも必要です。感受性が豊かな方です。そのため、些細な刺激にも敏感に反応してしまい、自分が嫌になってしまうこともありそうです。さらに、人一倍ストレスや疲労に悩まされることもあります。しかし、その感受性のおかげで、あなたの芸術センスが花開くことがあります。さらに、直感やひらめきに助けられることもありますので、芸術や美的感覚を実用的に生かして、ビジネスで成功を収めることも夢ではありません。社会的なステータスを望んでいますので、そのための努力を惜しまない方です。お金や社会的なステータスといった目に見えるものの方が信頼しやすく、より良い人間関係を築けると考えているからです。人の輪の中にもうまく溶け込んでいく力を持っています。ただし、人の中にあっては、依存されたり依存したりという関係も発生します。しかし、依存という関係から離れて自立した時に、これまであなたが意識することのなかった自由が得られます。その自由によって、あなたの人生は目に見えない豊かさもあることを知るようになります。恋愛運、社会的に地位の高い人や有名な人、資産家などに高い関心があります。コミュニケーション能力や情報収集が得意なこともあり、そういった社会的にステータスの高い人たちと交流を持つことが可能です。物質的な豊かさを人の信頼するためのバロメーターとして捉えています。好きな相手ができると、相手のことに夢中になるあまり、
相手の一挙一動に喜んだり落ち込んだりしてしまいます。しかし積極的なアプローチを展開するよりも受け身で待っているケースが多いようです。はっきりと断れない性格もあり、意中にない相手からの強引なアプローチに屈してしまう危険性もあります。誰にでも優しい方ですので、勘違いされ相手を本気にさせてしまうと不本意にも浮気や不倫の関係に持ち込まれてしまう可能性もありますので気をつけてください。仕事運、自分のペースでコツコツと仕事するよりもチームワークを重視した仕事が向いています。細かい部分への気配りができることや周囲の空気を察知してその場で取るべき行動を取れますので、秘書などのサポート的な仕事にも適しています。不測の事態であっても臨機応変に柔軟に対処できますので、組織の内外で高く評価されます。豊かな感受性や審美眼がありますので、クリエイティブな分野でも活躍できます。協調性を重んじるために自分の意見が主張できない傾向があります。しっかり主張しないことで上司から物のような扱いを受けてしまうこともありそうです。人生経験が豊かで思いやりのある上司が必要です。仕事と家庭を比べた時にどうしても仕事に比重が傾きがちな方です。自分のプライベートを犠牲にしてしまうような働き方でストレスを蓄えすぎないように気をつけてください。また細部までこだわった仕事も得意ですが、完璧さを追い求めるあまりに神経質になりすぎないようにしてください。さらに自分の理想やこだわりを他人にも強要することがないようにしてください。金運、堅実的な金運の持ち主です。物質的に恵まれた豊かな生活を送りますが、状況によっては節約家にもなれますので、お金に困ることはまずなさそうです。ただし人からの頼まれ事に対してはっきりとノーと言えないために金銭トラブルに巻き込まれる可能性があります。そのためお金の貸し借りはしない方が賢明です。以上、12月14日生まれの方の占いでした。何かの参考にしてくださいね。